回は、ミラー応援、第1回目、記念すべき第1回目の YouTube おめでとうございます。めちゃめちゃ流行に乗りましたね、はい、時代の流れに乗るためには YouTube を始めなきゃいけなかったです。はい、なんでちょっとついに、はい、ミラー応援にも YouTube 始まったということで、記念すべき第1回目のスペシャルゲストは神山マリアさんと、あと今ちょっと画面には映られてないのですが、スタイリストの石関さんにお越しいただいております。ミラー応援、秋ですねのプレイオーダーのページがオフィシャルオンラインストアとあとウサギオンラインの方にもアップされまして、その撮影とあとその、まあ、アップを終えて、今回はその新たな秋のコーデの提案だったり、その撮影の裏話じゃないですけど、をお話できたらなと思ってます。すごい可愛いお洋服たくさんで、はい、早く見るの楽しみ、お店で、はい、ページがアップされて、なんかすごいやっぱ人気だったりするのが、うん、ああいう覚えてますか、青いコート、覚えてます、襟つけていただいたやつです、うん、覚えてます。ゆきさんの爪痕が残りまくってる、コーデネート爪痕残したつもりだね。コートの上に襟を乗っけようってね、一般ピーポー思わなかったよ。一般ピーポー思わないです。ああやって着ると可愛いね、うん、思いました。すごい可愛かったです、うん、意外につけ襟何でも合いますよね、うん、なんかコートでも、うん、そう、ニットでもスウェットでも意外そう、うん、実は万能っていう。去年なんかつけ襟すごい流行ったけど、うん、今年の秋もまだつけ襟、いや全然ありだと思います。ミラーは今年秋なんかこうレイヤードしてこう襟を出して着るようなブラウスとか、あとは付け襟とかもすごいたくさん用意してるので、うん、襟推しです。襟ってどこに何どうやって付けたらいいか全然わからなくて、結局玄関でやっぱちょっとやめとこうってなったらわかります。ここで、うん、私たちに勇気を欲しい、うん、なんか付け襟つけてる私もなんですけどこれはちょっと元々ついてます。ついてるやつ、すっごい可愛い。このブラウスもコーディネートがすごい可愛いです。グリーンのパンツにまた、うん、このベージュの何とも言えないコッペパン、コッペパン、コッペパン型シューズ、どれが一番推しなんですか。迷うんですがでもなんか秋なので、秋でなんかミラ今季だと、うん、そのエリアのアイテムだったり、あとはカレッジスタイルっていうのもすごい、ね、カレッジスタイルなんかこういうような T シャツとか、これの黄色いの着ていただいたの覚えてますか。あ、覚えてます、覚えてます。ニットパンツ履いてるんですか。 あれ可愛かった。ニットパンツの形もすごい可愛かったんで、うん、かた、なんかこういうような感じ、可愛いこの合わせ方、こういうのとか、うんうんうん、素敵、ショートブーツとか合わせていただいたりするスタイルも今季ミラーではすごいおすすめです、うん、わあ、綺麗なものとちょっとカジュアルなものとか、うんうん、意外ちょっと崩した感じのコーディネートはいいのかなと思います。実際黄色のこれのジャケ黄色バージョン、ジャケットの黄色バージョンを羽織っていただいて、うん、キャップのスタイル、可愛、うんうん、かった。そう、あれも可愛かったです。すごい好きだったあのスタイル。あれ、うん、上から下まではもう欲しい。これも上から下まで。本当に。マリアさんそのジャケットとかすごいなんか私服でも着ていただけそうな感じが。それでカジュアルな分足元女っぽいとか、なんかちょっとその外し的なものがあると。はいはい、いいですかね。パールとかしちゃってもいいね。これパールしてる。パールしてる。さすが。他には推しあるんですか。他の推しはですね。マシュマロマンもあります。可愛いよね。可愛いよね、これ。これ可愛いね。これあれだよ、撮影とかもね。ロケバスの中とかさってあって、こう移動中さって寝るのね。キャンパーの人たちとこれは1個あったら絶対便利よ。そうね。しかも横の部分がモードになってて。そう、可愛いですよね。可愛い。なんか実際の掛け面は結構ズーンってなってて、うん、なんか難しそうかなって感じだけど。あ、でも来た方がね。来た方が可愛いですよね。来た感じこの。カーラーとか。なんかカラーパンツ、キレイパンツだと思うし、これ可愛いよね。なんか撮影の時にみんなでこれ、うわこれ欲しい欲しいって言って騒いだ記憶があります。騒いでいただきました今回そのプレオーダーも、うん、コンネット以外に新たに石関さんにその今季おすすめのものとか新たなコーディネート提案をしてくださるっていうことなので、コーディネートに移ろうかなと思います。では新たにそのコーディネートのご提案をしていただけるということで、関さんよろしくお願いします。お願いします。
今期どうですか、オーバージャケットあったじゃないですか、あのチェックを多分あの先輩に使って、はい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 、あれのレージュありますか、うん、これが、うん、それにその隣にあるちょっと裾が絞ってある感じ、あ、これですか、はい、ちょっと結構今年かわいい、ちょっと裾が、ね、ベージュ、ね、ベージュとカーキのなんか同じトーンの、後ろの背中が開いてるリブラに行ったこれ、これです、あ、そうです、そうです、開いてる、開いてる、ちょっとセクシーっていう、かわいいですよね、これは牛だ、素敵だね、このベージュのワントーンで、いいですよね、大人な感じの、あ、どうです、素敵、かわいい、先生、これ靴はどんな靴履いたらいいですか、でもいいですし、シャワシャってなったパンツ、シャワシャってなったパンツありますよ、これじゃないですか、かわいい、そうですね、そうですね、ちょっと女っぽい、あ、かわいい、かわいい、そうですね、一気にこうなんかちょっとレディーな感じになるんですね、で、脱いだらさらにレディーっていう、そうですね、脱いだらさらに、これ刺激が強すぎんじゃないですか、ミラオエンさん、これミラとしては結構、うん、なんか挑戦的なアイテム、確かにあのマッシュさんの他のブランドでは結構、うん、そうですね、背中開きとこういう、そうそうそう、でもこれって後ろをこう着ていただいた時にちょうどインナーが見えないんです、あ、そこにはこだわってます、この下のニットのこの切り、なんていうの、切り口じゃなくてこの切り替えというか、このグイってなってるこの部分は切り込み部分みたいな、切り込み、そう、これは何用なんですか、デザイン、そう、これがデザインでこういうようなシルエットでなんかロンパースになったりとか、それやつをあえてダラーンって、でもやっぱロンパースだとそのミドルオーエンとしてはちょっとやっぱお客様に難しいかなっていうのもあるので、そういうようなデザイン、なるほど、はい、前から見てインしちゃったらベーシックなねニットだけど、実はいろんな裏技が効いてる、そうそうそう、でベージュで合わせると大人っぽい、かわいい、これとかめっちゃ履きやすそう、ゴム、このパンツすごいかわいいよね、これ今のシャツにも合う、合うと思う、うん、かわいい、なんかインしてもいいし、アウトでシャツ着てもかわいいし、確かに、かわいい、なんかそういうパンツは一個持ってる、こちらベーシックなやつですか、ね、うん、あ、そうやってもうちょっとこう、あの、私っぽい感じで、うん、もうデキさんね、コーディネートがさすがに、さすがだから、本当ですね、一緒にお買い物行くと本当にお財布が悲しいことになるだって、だってすっごいプライベートでも仲良しですもんね、仲良しですよね、うん、あれあれあれ仲良しですね、何もやってくれないじゃん、もうあれ仲良しですだってあのよく撮影の時に、うん、あの韓国のお話とかされるじゃないですか、そうです、ね、そう盛り上がってるじゃないですか、もう今ね、こんな状況だから、そうなの、行きたいの、激辛でも激辛欲しい、心の底からもう1年半ぐらい行ってないか、1年半も行ってないの、そりゃあさ、枯渇するわけだよ、心が今ね、韓流ドラマ見て、そうですね、ママですかね、もう見ます、韓流ドラマとか、見ます、肌がツヤツヤなんて言いますよ、肌ツヤの方はね、韓国ドラマ見てるんだなって思ってもう見てると、本当に次の日やばいからコラーゲンみたいなあれコラーゲンだから、ドラマすいません、何の YouTube でしたかマリアも難しいって言ってた、ちょっとつけ襟、あー知りたい、まあ、スウェットとかも合いますけど、例えばそのジージャン、新しい、なんかカジュアルなものと甘いもの、あ、かわいい、素敵です、襟ってジャケットに合わせる、そうそう、なんかデニムとかもこうしてジャケットとかも合うし、あと例えばそれに、今年だったらそのハーフパンツに、なんかそういうのに逆にかわいい、あー、つけ襟ってやっぱマリアさんおっしゃったみたいに、やっぱ迷うじゃないですか、うん、このジャケットっていう発想はちょっとなかった、ない、パークのロングブーツ、ロングブーツいいですね、こんな感じ、あ、素敵、さすが、で、まあ、今締めても可愛いですけど、うん、なんかさっきおっしゃってたみたいにそのカレッジティとか、はい、そういうちょっとカジュアルなものと、なんか襟が入ることでだいぶこうなんかエレガントな感じになって可愛い、
例えばこの間マリアにかぶってもらったこれにキャップとか、はい、キャップちゃんキャップちゃん歩いてきました可愛い可愛い。でそのマリアのところの隣にあるちょっとヴィンテージっぽいゴブランっぽいそういうあバッグ完成完成現代にいろんなものと合わせられるんじゃないかな。本当ですね。変えると思います。持ってるトップスが生まれ変わりそうな、うん、本当感じがしますね。T シャツにもジャケットにも合わせられるって今まで発想がなかった。いや本当。じゃあ秋一個持っていた方がいいですね。あ、そうですね。一個持っていけばなんかコーデに変化もつくし、意外季節問わずずっとこの後夏も使え、次の夏とかも使える。本日は本当にこのなんか第1回目、本当にお二人マリアさんと一石さんをお迎えできて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初めての YouTube いかがでしたか？いやーこれはみんながハマる理由がわかりますね。YouTube。いや乗り遅れてるな自分ってすごい感じた今日の YouTube 撮影で。本当ですか？こういうのやっぱ取り入れていくべきだ。なってもうなんか自分の感想みたいになっちゃったけどでもね本当にあのプレオーダーの撮影させていただいて、はい、すごいミラノお洋服すべて可愛かったし嬉しいです、ね、もう流行をちゃんと捉えてでもベーシックで着やすいお洋服っていうのがとても魅力的だったのでぜひ皆さんあのページ見てください見てくださいオフィシャルオンラインスタートウサギオンラインでねアップされてます、ね、石関さんいかがでしたでしょうかすみません、第1回目が私なんかじゃなくてすみません、こんな形で出来ないくれないと本当に、デキさんがここにいてくださるのはだいぶ大きかったですね大きかった、安心しますねいやでも本当にいつも撮影はね、楽しくさせていただいているので、はい、今後もよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは本日はお二人ありがとうございましたありがとうございました。